こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、前回ですね、安土城が再建されるかもというね、動画を作りました。リンクの方は概要欄の方にありますので、まずはそちらをご覧ください。それから見てもらった方がちょっと面白くなるかなと思います。そしてですね、コメントをいただきました。こんなコメントです。こんにちは、戦国どうでしょうさん。いつも楽しく見させてもらってますよ。ありがとうございます。さて、早速問題ですが、復元できたらいいですね。天守に登ってみたいです。でも現在安土城は宗建寺さんが山を守っているみたいだし、復元するとしても巨大ヒノキが必要で、現在はそんな巨木がないのでどうするのかなって。あと復元資金は国家資金並みになるみたいですよ。国はそんな莫大なお金を出してくれるのかな、というコメントをいただきました。じゃあ周辺でね、復元している天守とか、お城どれぐらい予算がかかっているのかというのをね、ちょっと調べてみて、安土城復元どれぐらいかかるのかなというのをね、ちょっと想像してみたいなと思っております。で、まあ早速なんですが、平成に入って再建された天守というのが、まあ、掛川城でございます。その掛川城がどれぐらい費用がかかったかというと、天守だけでだいたい約11億円。そしてその調査費として約6000万円がかかっております。ってことは、まあだいたいざっくりですけど12億円ぐらい見とけば天守が建ったわけなんですね。さすが平成の最初の方だけあってですね、ものすごく安いんですよね。この辺がちょっとびっくりしました。そして大須城、これも天守だけでだいたい13億円ってことですので、まあそんなにね、高い感じはしないんですよね。10億円ちょっとぐらいでできちゃうのかななんて思ってる次第でございます。ただですね、この辺りから価格が跳ね上がってくるんですよね。五稜郭ですね、五稜郭の函館奉行所庁舎、言いにくいな、これがですね28億円かかってるそうなんです。建物自体こんなんなのにね、こんなんて言っちゃよくないんですけど、これぐらいの規模のものなのにかかった費用がなんと28億円。そして柴田城がだいたい5億なんていう感じで、リスト調べてる限りでは出てきました。まあ他にもね、静岡の駿府城とかね、もういろいろ見てみたんですけど、なんとなくのね、予算が出てないんですよね。まあパッと出てくる感じで調べていくとこんな感じ。そして現在再建を、木造での再建を目指している名古屋城なんですけど、名古屋城はですね、どれぐらい費用がかかるか、昨年度か、予算で木材の調達費というのが組まれてました。それが木材だけで約100億円と。やっぱ城のね、城っていうか天守のね、規模が大きくなってくると、まあ当然ながらそれだけ木材が必要ですので、それだけで予算がかかると考えてみると、まあ木材の高騰なんかもあるんでしょうけど、名古屋城って木材だけで掛川城が11個分ですよ。掛川城11天守分で名古屋城の予算、木材の予算だけですね。でちなみにこの名古屋城なんですけど、総工費で約505億円を見込んでいるそうです。505億円と。そして、ちょっと前の話ですね、2014年の話になるんですけど、東京オリンピックが決まったぞということで、江戸城の天守の再建の話が一時出たみたいなんです。これもちょっとニュースを見てて出てきたんですけど、2014年当時で江戸城の天守再建にいくらかかるかというのが概算で出てたんですが、それがだいたい天守だけで250億円、まあさらにはその周辺の整備も含めるとだいたい350億円ぐらいの費用がかかるというような概算が出てました。ってことなので、まあ現在に直すと多分名古屋城と同じぐらいのね、費用がかかって、まあだいたい500億ぐらいの費用がかかるんじゃないかというふうに見られているそうでございます。まあそのあたりから考えていくと、安土城というのもやはり再建すると500億からまあ800億ぐらいの費用がかかるのかなというふうには思っております。じゃあ800億ってっていう話なんですよ。で、滋賀県の予算、まあ、この辺りもちょっと考えていかなきゃいけないわけなんですね。滋賀県の予算、データとして引っ張ってきたのが平成30年度の概算要求から、予算案から引っ張ってきましたが、一般会計が5369億円なので、まあ払えんこともないと。ただ絶対無理ですよそんなね、費用、安土城の整備だけにそんなに費用使えませんので、まあどうなのかなというところな感じの予算でございます。まあ調査費とかでね、多分どんどん費用がかさんでいくようなことになっていくと思いますので、ま
まあ500、800億、下手したら1000億レベルなのかもしれないですね。まあ、ちなみにね、もうこんな話してても全然こうパッと思いつかないわけなんですよ。100億って何よとね、10億ってどれぐらいよっていう話になってきちゃうと思うので、ちょっとね、私の趣味レベルのもので少し費用を調べてみました。そうするとですね、 F-35 戦闘機ですね、最近小牧基地に配備をされて、で YouTube 上にもいっぱい動画が上がってて、ものすごく楽しいんですけど、この F-35 戦闘機が1機約150億円なので、この F-35 戦闘機換算をすると、だいたい、まあ、名古屋城とか安土城ですね、巨大な天守を建て直すとなると、だいたい6機から7機分の F-35 が買える。出雲型の護衛艦がだいたい1100億円ぐらいでしたので、まあ出雲型の護衛艦一隻作る金額で、まあちょうどね、安土城の天守が建って、ちょっといろいろ周辺の整備もできるかなというような感じでございます。もう国家予算レベルなんですね、要はね、ってことですよ。ということでですね、まあちょっといろいろ調べてみた結果ではございますが、まあだいたい1000億ぐらいね、見とけばいいんじゃないのということですよ。まあ滋賀県の予算で払えることもないですけども、その年滋賀県どうするのっていう話になっちゃうよっていうのが、今回の動画のオチでございます。